はい、こんにちは、カンパパです。初心者向け登山第3弾、今回はあだたらさんです。今回はね、最も早くしかも安全に登山できるロープウェイを使っての山頂往復コースです。はい、スタートは奥岳の登山口、ロープウェイに乗り山頂駅に向かいます。山頂駅からは眺めの良い稜線を歩いてあだたらさん山頂です。では行ってみましょう。これね、あだたらさんの奥岳登山口、ここに来た方だったらね、おなじみの登山口になります。今日はね、楽してロープウェイで行っちゃいます。8時半か、今ね7時54分ちょっと待つようですね。ここから直接ね、あだたらの山頂は見えないんですけど、あの頂上に見えるのが、あれがロープウェイの上の方の駅ね。ロープウェイであそこまで行って、あそこから、あだたらの山頂、向こうですね。行くよ。息止めて。家族流れてるんだけど。だいぶね、人が並んでるんで、時間前、10分前ですけど、オープンになりました。よく晴れた、最高。はい、山頂駅に着きました。はい、すいません。おお、はい、いやー、いやー、でもね、暑かったね。しかし、おー、久しぶり。山頂駅のゲレンデです。はい、この山頂駅はね、あのもちろんこの中にトイレもあるし、まあ、休憩スペースもあります。はい、それじゃあ山頂駅を出発してね、まずは、薬師岳のとこ行きましょう。で、あだたら登山はこのロープウェイで来た場合、ロープウェイ降りてね、しばらくこの木道が続くんですよ。で、途中からね、あの普通の木道がない登山道になるんですけど、まあ、最初はこの木道なんで非常に歩きやすいです。はい、ここでね、分岐なんですけど、登山道本道はこっちです。で、せっかくだから薬師岳の方行きましょう。はい、8時42分、薬師岳です。この薬師岳をちょっと戻ったところで、ここにかの有名な碑があるんですよ。まあ知ってる方も多いと思うんですけど、これですね。この上の空が本当の空です。あの知恵古書の一節ですね。本当の空、これです。最高の空だね。すごいね。
はい、じゃあ山頂行きます。さっきも言いましたけどね、山頂までは、まあ、途中まで木道で、まあ、そこから、まあ、普通の登山道になるんですけど、来てる方はご存知だと思うんですが、こう結構ドロドロになるんで、今日はね、まあ、昨日雨降ってたらしいんですけど、あんまり期待しない方がいいですね。いやね、あがたらの好きなところは、まあ、いくつもあるんですけど、そのうちの一つがこの木道ですよね。まあ、こんだけね、まあ、整備されたところってなかなかないんですけど、しかも平らでしょ、また、まあ、いずれは上がるんだけど、もう天国木道って呼んでますよね。いや、いいね、この天国木道は。天目って呼んでますけどね。あ、綺麗だね、この白山尺投げさんです。白山尺投げです。いっぱい咲いてる白山が。木道終わってぐちょぐちょだ。はい、出発してね、大体20分ぐらいで木道終わっちゃうんで、まあ、ここからこんな感じの登山道になるんですけど、まあどこの登山道とも一緒ですけどね、雨上がりはこういう風に水の通り道になるし、よく整備されてるんで本当にありがたいですね。快適に歩いてます。まあ予想されてましたけど、ぐっちょぐちょですね。はい、ここはね、山頂が見える休憩場ですね。でね、この先にも実はあるんですよ、ちょっと開けたところが。こっちの方がね、景色がいいんで移動します。はい、ここですね。うわ、ぐちょぐちょ。はい、ここの方がいいんです。ロープウェイから40分ぐらいかな。はい、これ休憩。混んでくる前に行きましょう。いや、ぐちょぐちょですね、ここから先も。いやー、これだったらね、もっと捨てる寸前の靴履いてくればよかった。ほぼ新品に近いやつを履いてきちゃった今日は。ここ合流口、表の登山口ねと合流して、この先ですね、ぐーっとこう稜線上がってくんで、こっからずっと上りがね続くようになります。で、岩岩してくると逆にこれドロドロがなくなってくんで、こんな感じで、はい、岩岩の道を登っていく感じになります。だいぶ登ってきた。暑いね、すげえ暑い。だんだんね、こんな感じで森林限界が近づいてきました。いや、ここまで来て、はい、あだたらの山頂、この丘というか、この盛り上がりの向こうですね。こっから20分もかかんないかな、ここまでくっと。ね、ここ真冬来るとね、ここ全部雪で埋まってゲレンデみたいになって、この地元の子がね、ここにソリ持ってきて遊んでるんですよね。ここはね、まあ、そういう日に川まで登ってきたことあるんだけど、
すごくねいいです。ここはスキー場の上に本当のスキー場があるみたいな。すごい。あっちが二本松の方だよね。でこっちが本宮かな。ちょっと下界が霞んでんだけど、だけど山頂の方は晴れてるんで今日期待が持てるな。おお、はい、ついに目の前に頂上の岩の塊、乳首ですね。あれのてっぺんが宇多田の山頂です、ね、あんな感じで鎖とかあるけど登れるんで、そこまで行ってみたいと思います。やっぱりさ人気の山だね、いっぱい来てる。前ね冬来た時の映像残ってたら、まあ、ここら辺に貼っときますけど、冬になるとね、まあ、山が雪で覆われるんだけど、最後のねこの大雪渓が残るんですよ。雪渓をぐっと降りていくと、ちょうどあの辺りが峰の辻っていうんですけど、あそこですね、峰の辻、あそこから黒金小屋の方に降りれます。来た来た来た、はい、乳首のね真下まで来ました。ここはね一応分岐になってて、まあ、目の前が山頂ね。で右行くとね鉄山、まあ、沼の平の爆裂火口やその向こう鉄山っていうのがあるんですけど、そこ唯一の避難小屋があるんですよ。はい、10時26分じゃあここからね山頂アタック行ってきます。10時26分山頂アタックゴー。はい、あのね一応ねザックとかはまああそこら辺にデポってね、身軽な感じで上行きます。荷物ね取られても死にませんので自己責任でお願いします。登るルートはね本当はいくつかあるんだけど、まあ ここ普通にこう行った方がいいと思います。ただ雨上がりはこの火山灰すごく滑るんで、まあ今も滑るんだけどね、上りよりもこれ下りの時尻もつく方いるんで気をつけてください。もう力強い上りをお願いします。ここね直投もできるんですけど、これ巻いていくこともできます。OK、はい、はい、鎖コースやらなかったらこっち巻いていった方がいいです。ちょうどね、祠の裏から来ました。はい、来ました。はい、来た来た。はい、山頂からねあそこは爆裂火口ですね、沼の平、あれが磐梯山ですね。
すごいね、山頂。はい、ということで考えた、一旦ね、荷物をデポって降りたいと思います。ほら、いや、すごいね、あんちゃんがいる。ここからね、沼の平行こう、久しぶりにね、体冷えちゃった。はい、沼の平ね、ここからぐーっと一旦山頂を巻くような形で降りて、そうですね、方角で言うとどっちに行くんだろう、北西の方に行くんかな。要はね、爆裂火口ですね、ドカーンと吹き飛んじゃったところの跡なんですけど、何年か前、うちのね、お袋を連れて来たことがあります。5年前かな。その時はね、めっちゃくちゃ晴れて、その沼の平の色がね、もうすごいんですよ、ドクドクしくてね、それと青空が妙にマッチしてね、素晴らしい写真が撮れたんですけど、さあ今日はどうだろうね。今日本当ね、珍しいよ、こんな風がないの。だんだんね、ちょっと地面の色がね、赤くなってきてね。ほい、はい、ここ分岐ですね。でこの分岐の立て看板の向こうが、安達太良山最大の景勝地、沼の平です。では行きましょう。これがね、子供の頃はね、あの真ん中ずっとルートがあってね、 あっちからね、あっちからルートがこうあって、今でも残ってるけど、こう登ってきたんでね。で今ね、通れないのはここね、あの亜硫酸ガスが出てるんで、あの事故があって通行禁止になっちゃったんでね。なんかね、食欲ないんだけど、これだけは食えそう。爆裂火口からね、安達太良の下に戻ってきました。いや、息が切れちゃったよ。さあ、ここからね、ロープウェイまで楽しい下山です。フォロワーさんにお会いしました。どうもいつもありがとうございます。はい、名前なんていうの？レイ君って言います。レイ君、はい、何歳ですか？9歳です。おお、元気だ、かわいいかわいい顔してる。聞こえないかな、はい、ということで、今日は、初心者向け登山、第3弾ですね。安達太良、単純に山頂を往復するだけだったら4時間かかんないと思いますね。うん、4時間半ぐらいか、ね、でここからロープウェイの駅までちょっと下りなんでね、足元気をつけながら降りていきたいと思います。あ、だいぶ降りてきました。こっち側にね、もう建物見えてるね。ロープウェイのあの可動音がね、ほら聞こえてきた不思議と山降りるときって、あの下界の音ね、車の音とか生活音が聞こえてくるとホッとするもんなんですよねそれが嫌で山行ってんのに、はあ。今回もね、まあ怪我をせず戻ってこれたんで100点満点だと思います。おー、来たよー。
とにかくね、今正直なところこう冷たいね、コーラの風呂に入りたい、正直言って。いやうますぎてしびれたよ、本当にしびれちったよ、はあ、はい、というわけでございましてね今日は、久しぶりのね、東北の山ということで1年ぶりなのかな、合算以来ですね。今日のルートはね、ロープウェイで上がって、でロープウェイの上野駅から安達太良山の頂上に向かうルート、それで沼の平で絶景を堪能しながら、まあ、その足でね、またロープウェイに戻るというコースです。他にね、いろいろ回っていけるルート、ね、ショートカットするルートとかいろいろあるんですけど、よくね、初心者でも安全に登れる山を教えてくださいっていうリクエストあるんですけど、これ安達太良に関しては、まあ、今日僕が歩いたのがまあ一番超初心者向けだと思うんで、このルートをお勧めします。はい、というわけでございましてね、もう本宮の街とかね、ロープウェイの駅とかがもう見えてきたんですけど、今回もね、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。カババでした。